チャイルドプロテクションオンライン講座へようこそ。本コースを受講いただきありがとうございます。本コースではあなたの学校において子どもたちを守ること、いわゆるチャイルドプロテクションについて学んでいきます。これは重要な課題であり、あなた自身も学校コミュニティの大事な一員なのです。すべての大人に学校にいる子どもたちを保護する責任があります。あなたもチャイルドプロテクションに対して責任ある大人の一員なのです。最も一般的な虐待について、本コースでは子どもたちを傷つける最も一般的な虐待について学んでいきます。これらの虐待には以下を含みます。精神的虐待、身体的虐待、性的虐待、ネグレクト、いじめ。懸念について、懸念とはあなたが子どもについて見聞きしたことに対して心配したり緊張感を持ったりすることです。誰が関与していようとも、子どもを保護するためには抱いた懸念を誰かに報告しなくてはいけません。あなたの行動が子どもの虐待の原因になってはいけません。ある具体例、子どもに不快な思いをさせようと意地悪だったり乱暴だったり不快なことを言ってはいけません。もしあなたの学校の子どもが危険にさらされていたり傷つけられる可能性があるといった懸念を抱いたら、他の誰かに報告しなくてはいけません。以下のいずれかの人に相談してください。直属の責任者、所属する学校にいる職員、学校から与えられている情報を活用する。問題に、性的虐待の例は次のうちどれでしょうか。バス運転手が子どもに性的な画像を含む雑誌を見せること。赤四角をクリックまたはタップ。あなたの協力により子どもたちは健全かつ安全に成長していくことができます。